戦術トマホークの発射トマホーク武器システムは、アメリカ海軍の艦対地巡航ミサイルシステム。トマホークミサイル本体のほか、その射撃式システム、そしてその作戦を支える C4ISR システムにより構成されている。トマホーク武器システムは、長距離の艦対地集中精密攻撃を担当する武器システムである。水上艦装備のマーク32、マーク37と、 潜水艦装備のマーク36がある。TWS の実用化により、従来は、高負荷価値資産の護衛という主制的兵種に甘んじてきた水上戦闘艦に、構成的兵種としての地方を付与し、また、元来より構成的兵種であった潜水艦は、その制圧可能範囲を陸上にまで延伸することが可能となった。TWS は、 実際の攻撃を担当するトマホーク巡航ミサイル、及びその射撃式システム、そしてその作戦を支える C4ISR システムによって構成されている。これらの各要素はそれぞれ離れた場所に配置されることら、これらがシステムとして連携していることは必ずしも知られてはいないが、実際にはトマホークによる攻撃を支援するため、極めて緊密に連接されている。 TWS は他の部隊などとの連携なしで、独力で精密な航空攻撃を実施することができる。一方で、投射可能な火力量は決して多くなく、また、頻繁に移動する小規模目標への攻撃には不適であるという欠点もある。しかし、攻撃側の人的な損害の恐れなしで、対地精密攻撃を実施できるという特性から、特に非対称戦争における、 介入手段として多用される。TWS は、その性格上、感情に配置される要素が極めて少ない。例えば、イージュシステムにおいては、任務が主制的なものであり、また、多くの場合は、急を要するものであるので、攻撃目標の選定は、スパイ -1 レーダーからの情報をもとに、感情の戦術情報処理装置及びオペレーターが実施する。 これに対し、トマホーク武器管制システムは長射程であり、かつ構成的な作戦を実施するため、その攻撃目標の選定は、上級司令部や支援部隊、宇宙監視、通信システムなど、艦外の各種システムからの情報をもとに、艦長の厳格な実機卒によって実施される。さらに、イージスシステムでは膨大な装備が必要となるが、TWS で艦上に配置されるのは、 トマホーク巡航ミサイル本体と、それを発射するためのマーク 41VLS、攻撃計画策定を実施する、洋上計画システムと、直接に攻撃管制を行う TWCS のみである。TWS は、下記の5つのサブシステムによって構成されている。アメリカ海軍、イギリス海軍。ありがとうございます。